はい、どうもカツキンです。今回こちら高尾山、それでは早速歩いていきましょう。紅葉のピークよりちょっと早いんですけど、東京を代表する山、高尾山にやってきました。今回は紅葉を中心に撮影しながら高尾山の頂上を目指していこうと思います。ケーブルカーが空いてそうだったんで、山の途中までケーブルカーで登っていきます。車両に乗り込みました。やった、先頭確保できた。目の前にはレール、あ、ミラーに車両が映ってますね。出発前に1枚撮ってみます。お、動いた。出発進行、いざ行かん。トンネルに入りました。これはトンネル構造を狙うしかないですね。トンネルの奥の景色を撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、トンネル構図で紅葉を撮ってみました。先の景色が気になりますね。トンネル構図で撮ったことで中央への目線誘導になったのと、線路がまっすぐ伸びてるので進んでいきたくなるような写真になったんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。トンネルを抜けると奥には山肌が見えてきました。紅葉は見頃前なので緑、黄色、赤のグラデーションになってます。まっすぐ伸びる線路を囲む山の木々たちを撮ってみます。向かいからは下りのケーブルカーがやってきました。絵になりそうなので望遠の圧縮効果で紅葉している部分も入れて撮ってみます。下りのケーブルカーが近づいてきました。この先のレールぐにゃってしてる。ここで下りのケーブルカーとすれ違うんですね。そうしたらこのレールと下りのケーブルカーを一緒に撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、日の丸構図でケーブルカー、 C 字構図で線路を入れて撮ってみました。ちゃんとすれ違えるかドキドキしてきますね。 C 字構図で撮ったことで奥行き感を出すことができました。普通の電車だとなかなか見られない光景なので、ケーブルカーの特徴を映せてよかったです。それではまたまた歩いていきましょう。なんかジェットコースターのてっぺんまで登ってるみたいじゃないですか。この後落ちちゃったりして。なんと日本で一番急勾配なケーブルカーなんだそうですよ。道理で足踏ん張ってると思ったわと言ってる間に到着。おー、いい景色、山脈になってますね。そうしたら連なる山々を撮ってみます。男坂を通って薬王院へ向かいます。階段長いな。天気がいいと頂上から富士山も見えるそうなので楽しみです。近くに灯籠があるので広角レンズで階段と一緒に撮ってみます。はい、こちらの写真なんですけど、三分割構図の右下に灯籠、対角線構図で階段を入れて撮ってみました。木々に覆われて木漏れ日が気持ちよさそうですね。広角レンズで撮ることで地面から頭上まで写すことができるので、階段全体に加えて広がる木々たちも写真内に入れることができます。かなり長い階段ですけど、人間の煩悩の数と同じ108段あるそうですよ。それではまたまた歩いていきましょう。ここが薬王院。高尾山は山全体がお寺になってるんですって。1200年以上前に作られたそうで、天狗を祀ってるので天狗のモチーフがたくさんあります。あ、あそこの紅葉真っ赤。そうしたらあの河原と一緒に撮ってみます。はい、どんどん登っていきますよ。乳酸溜まってきた。お、でっかい鳥居だ。すぐそばに紅葉。正面からだとのっぺりしそうなので少し角度を変えたところから撮ってみます。
ハイコちゃんの写真なんですけど、三分割構図の左上に紅葉、右下に鳥居を入れて撮ってみました。お揃いの赤ですね。正面から撮るのもいいですけど、角度をつけることで立体感を出すことができます。あと同じ色なので被写体同士が被りすぎないようにするのも大切です。それではまたまた歩いていきましょう。おいしょおいしょ、ふぅ、いやー立派な鳥居だな。そしてさすがカツキン晴れ男。そうしたら鳥居に太陽をかぶせて神々しい感じに撮ってみます。鳥居にくくりつけてあるしめ縄もいい味出しているので、奥の紅葉と一緒に撮ってみます。鳥居の土台もしっかりしてるな。これだけでかいと倒れたら大変ですもんね。ここからも紅葉を覗けます。紅葉を覗くゲームをしてるわけじゃないんですけどね。広角レンズで縦構図で撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、額縁構図で鳥居を入れて紅葉を撮ってみました。鳥居の存在感すごいですね。広角レンズは手前のものがより大きく写って、奥のものがより小さく写るので、寄って撮るとダイナミックに写せます。鳥居の端っこから撮ったことで、なかなか見ないような形になって、オリジナリティを出したんじゃないかと思います。それではまたまた歩いていきましょう。さあ頂上までもうちょい。お、この木の根っこすっご、生命力感じますね。周りに人がいないか確認したら、広角レンズで下から煽って撮ってみます。木漏れ日最高。おお、あの紅葉いい光浴びてますね。縦構図で撮ってみます。ハイコちゃんの写真なんですけど、光を浴びている紅葉を撮ってみました。奥が暗くて浮き立って見えますね。紅葉を撮るってなると、どこを撮っていいか分かんないって方も多いと思うんですけど、太陽が出てる日は光が当たってる部分をメインに撮ると綺麗な色が出るのでおすすめです。それではまたまた歩いていきましょう。そろそろじゃない？あれ山頂っぽくない？着いた。登頂、高尾山頂。かなり賑わってますね。あ、お地蔵さんがほうき持ってる。落ち葉を履いてるんでしょうか。近くの紅葉と一緒に撮ってみます。おー、ちょっと霞んでるけどいい眺め。お、あれ見えますかね。うっすらと富士山も見えました。富士山を撮ってみようと思うんですけど、前景も欲しいので立ち位置を変えます。あの枝を前景に入れて撮ってみようと思います。ハイコちゃんの写真なんですけど、三角構図で富士山を撮ってみました。なんとか見れてよかった。手前の枝を前ボケで入れたことで奥行きを出すことができました。雲が丸かぶりしないか心配でしたけど、少し雲があるくらいの方が雰囲気があっていいですね。山は危険がつきものなので、よく下調べをしてから登りましょうね。下山までが山登り、足元に気をつけながら降りていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は高尾山に登りながら写真を撮っていったんですけど、大自然を大満喫できました。細い道だとなかなか立ち止まって撮影はできませんけど、高尾山にはケーブルカーや薬王院など撮影スポットがあって楽しかったです。前回の動画でも話したんですけど、紅葉は見頃前も見頃過ぎも楽しめるので、いろんな紅葉を撮ってみてくださいね。これからもお散歩の楽しさを分かりやすくお伝えしていきますので、まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録いただいて、これからも一緒にお散歩していきましょう。グッドボタンもお願いします。毎週土曜夕方6時、カツキンのお散歩チャンネル、次回もお楽しみに。
それではまたお散歩しましょう。またね。